どうもこん今回はですね、幸せの功という風にしましょうか。なぜなら、昨日ですね、私のところに幸福実現党さんがまたやってきたんですよ。で、前回来た時はこのメシアの方っていう本を置いていってくれたんで読んだんですけども、今回はですね、選挙が近いということで、この本を携えて、えっと、候補者の方がね、立候補者の方がいらっしゃいました。えー、と、この 野村さん、野村正輝さんっていうね若い方だったんですけども、えー、その方がねいろいろとお,お話しされていましたでえー、ときっとですね、えー、と今の政権にも不満があるということで一部の人を切り捨てるどうこうとかっていうことを言われていたんですけども確かにそうだなと思う反面じゃあ幸福次現元倒産は一人残らずみんなを幸せにすることができるんでしょうか結局一部の人 を切り捨てるとということになるんじゃないですかね,とかね切り捨てないまでも一部の人の幸せになれないことをまあ容認して大部分の人の幸せを追求するという形は変わらないんじゃないでしょうかということをね、まあ、私がね意地悪ながら申し上げたら、まあ、そこはねちょっとこうあまりはっきりとした回答がなくてまあ無理もないなと思っていたんですよ。というのがね世の中にはね人が幸せになることが気に入らないっていう人も必ずいるんで。 ひ一人残らず幸せになってしまった世の中で、そういう世の中が気に入らないんだよっていう風なね。人の不幸こそ自分の幸せなんだよっていう方が、やっぱり一定数いらっしゃるんですよね。だからね、結局は一部の人しか成功できないっていうのの、まあ、似たような形で裏返しと言いますかね。うん大いに世の中は矛盾をはらんでいるんだ。